やってる中川翔子です。はい、今日はですね、ヤーマンさんという会社さんに遊びに来ています。ヤーマンさんといえばいろんなね、美容の機械とか売ってらっしゃるわけで、私もね、これまでの人生で何回か買ったりとかしていたのでテンションが上がってるんですけど、今日はこのヤーマンさんでドッキリを仕掛けたいと思います。そのドッキリというのは、ヤーマンさんの会議中に私がお茶を出しに行って、果たして気づかれるのかなっていうドッキリなんですけど、ごめんなさい、自分で言っといてあれですけど、気づかれる自信がないです。本当すいません。多分霊感ある人にしか普段見えてないんですよ。気づかれないっしょっていうね、ちょっと心配してます。普段とはちょっと異質な感じのものがやってきた場合、どんな反応されるのかなっていうのが気になるので、ちょっとドッキリ仕掛けていきたいと思うんですけれども、今日このヤーマンさんを案内してくださる美女がおるんですよ。ちょっとお呼びしたいと思います。お願いします。こんにちは。もうなんかお花がキラキラフローラル漂ってきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ヤマンの PR の川崎と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。美人ってマスクしててもオーラで美女ってすぐ分かっちゃうね。こっち見てなくてももう美人フローラルが漂ってきててね、すごいですよね。ちょっと説得力ありすぎませんか、広報さんがこんな美人って。これセクハラなのかな。なんか最近ずっとおじさんの感じで生きてて。おじさん、いっぱい君を本にしちゃうよ。食べたらいいよ。おじさんが奢ってあげようか。ごめんなさいね。でもヤーマンさんのいろんなマシン、私本当に個人的に使ってたことがあったので、はい、ちょっとどんな進化をしてるのかとかも、ね、知りたいなと思って、はい、お願いします、はい、じゃあ早速ご案内いたします、はい、こちらにどうぞ。うわー、ピッカピカの、これ一つないぞ。はい、このところまでちょっと開けるな。開けるな、開けるな。この後、はい、当社の社員が会議を始めますので、ちょっとその時にぜひドッキリしていただければと思います。ガチ会議ですよね。はい、ドキドキする。じゃあちょっと社員の方呼んでまいりますので。はい、少々お待ちください。果たして気づくかな、誰っていう。シーンってなって何も起きないっていうことじゃないかな。でもなんかお客さんすごい、なんかこれの防水というよりかは、なんかどこの肌色まで使えるんですかみたいな質問めちゃめちゃ多くて、コメントで質問できる。そう、コメントで質問できる。あ、今これヤマンさんの会議を盗み見してるところ。え、すごい罪悪感だけど、このめちゃめちゃ機密情報やっちゃってるところを今私盗み見してる。てってるー。楽しいですね、こういうのね。ガチで会議してる。え、なんかでも仲いいですね、皆さん。仕事の感じのピリピリ感じゃなくて、笑いながら会議してて楽しそうな会社。すごい。あ、なんかこの方がいいよねみたいなポジティブ会議をされてるっぽいです。ここに私がお茶を持っていくと間違いなく気づくと思いますけどね。どうかな。してほしいですね。マスクもしてるしさ。じゃあお茶を置くときにツッツルとか言います。あ、ありましたよ。ちっちゃくツッツル。じゃあ中川さん、早速行ってみましょうか。いや、果たしてマスクをしている状態で気づいてもらえるのか、行ってみたいと思います。お、では、行ってまいります。お願いします。え、お疲れ様です。ざわついた。何がざわついた。もうちょっと引っ張る目だと思ったんですけど。誰もノーリアクションかなって思っていたんですけど。すぐバレた。え、わかんない。え、誰でしょう。中川翔。あー、なんで知ってるんですか。出てる。気づかれるかどうかっていう感じで、ね、
ね、真面目な会議中にお邪魔するドッキリをやってみたんですけど、中田さん、あの入って1分以内に気づかれちゃったのになんか俺らが的に軽くドッキリ的にはちょっと美味しくないいやでもいや私的にはノーリアクションで終わってあどうしようあれいいのこれみたいな終わってたんですぐ気づいていただけて嬉しいです。なんかこんな私でも生きてていいんだみたいな。いやいやお邪魔しました。ありがとうございます。ありがとうございます。飲んでください。愛の飲み込み。ありがとうございます。お邪魔しました。ありがとうございます。認知度は高いです。即でしたよね。そえみたいに。なんでですかね。有名人ですよ。いやそんなことはないと思うんですけど、何のイメージがあるか聞いてみたかったかも。なんか何の人ですかってよく聞かれるんですよ。チョコタン。それ聞きますか。会議盛り上がった。どうぞ。何度もすいません。何度もすいません。すごい個人的にちょっと知りたいなと思ったのが、中川翔子を知っていただけてたですか。ありがとうございます。そうですね。何のイメージでした。歌を歌う。あ、嬉しい。歌を歌ってるがなかなか知られてないことが多いんですよ。歌ってます。ありがとうございます。CD 借りに行ってます。CD 借りに行ってます。え、本当ですか。おめでとう。大好き。めちゃくちゃ嬉しい。これは嬉しい。もう今年一嬉しいです。今年のテレビの人。アーティスト中川翔子を知ってる方、タレント中川翔子を知ってる方、僕もタレントの方ですよ。ポケモンさんでとか、そこら辺のポケモンのイメージがすごい強いです。こんな立派な男子に育ってる。親戚のおばちゃんみたいな。本当そんな感じですよね。だってちゃんとした大人になってる人がさ、ポケモンさんで見てたってしょこたん部長だったんですよ。そうですね。ちなみに今も管理人としてやってます。すごい不思議な気持ちです。ちょっと走馬灯を振り返ってるような感じ。いや嬉しいです。すごいありがとうございました。すいません何度も。また戻ってくる。このアンケートを取っていきたいかも。お邪魔しました。ありがとうございます。じゃあ中川さん、ドッキリ取れ高的にはちょっと少なかったんですけど、そうですよね、せっかくヤーマンさんに来たので、この後ヤーマンさんの美容関連の製品見せていただきましょう。テンション上がる。見たい見たい見たい。こちらがですね、はい、当社のショールームになっておりまして、見たいです、はい、最新の美容機器がこちらに全て揃っております。めちゃめちゃテンション上がります。じゃあちょっとおすすめありますか、はい、じゃあこちらから。こちらですね、ヤマンの代名詞というこれ美顔器の方になってるんですけど、なんか私が昔買ったのと全然違う形になってる。進化してる。はい、進化してます。機能もどんどんついていってますので。細くなりましたね。あ、なりました。コンパクトに、うん、こちらの方がこう本当にお肌を引き締めたりとか、うるうだったりとか、エイジングケアしたりとかっていうので、もういろんなことがこれ一台でできてしまうというのが。え、こっちになってます。やりたい。それって病院みたいなとことかに行かないとできなさそうだと思ってたことも書いてあるけれども、はい、のがこっちでやれちゃう。こちらでできちゃう。いいなぁ。こちらがスチーマーになっておりまして、こちらも本当に大容量のスチーマーがもくもくと出てくるので、なんで今とかマスクで荒れがちなお肌をこちらでケアしていただくと、つるんといつでも滑らかな。いいな。続いて、はい、続いてこちらがですね、最新の光美容器がこちらラインナップ揃っているんですけど、最新、はい、わ、その中でもですね、このレイボートヴィーナスというのが今一番最新でおすすめなんですけれども。セーラーヴィーナス。中川さん、VIO ケアってこれなんですけど、大問題で VIO あのですね、本当若い子今全員ないらしいよ。マジで聞いたんだけど、若い子は基本的にないらしいよ。心は若干思ったりするとしたら、どうしようっていう勝手な妄想により怖くて
さあ、私はありかなしか、どうでしょう。みんなどうしてんの？ねえ、どうしてんの？あなたはどうしてるの？あるのないの？お、それね、やっぱちょっと見られるの恥ずかしいっていうので、なかなかちょっと VIO のケアに行けないっていう方もたくさんいらっしゃると思うんで、こちらのウェルボーテヴィーナスの方が日本初でお風呂で使っていただけるっていう。え、お風呂で？はい。お風呂で？はい。防水？防水性なんです。いいんですか？大丈夫なんです。え、どういうこと？え、水属性防御のスキルがついてる。やっぱり見られるの恥ずかしいっていう方、いや死ぬほど恥ずかしいですよ、はい、本当に。家の中でやるにしても家族やパートナーがいらっしゃる方だとちょっとどこでやればいいのかって、お部屋の中でも結構迷われてしまう。そうですよね、バンって開けられてあって思われたらですよね。もうずっ常に恥ずかしい、どうしたらいいの。それで一番お風呂っていうお部屋の中で一番プライベートな空間っていったところで、今回防水性にこだわったっていうところで作った。確かに、はい、部屋より恥ずかしくない、はい、だって裸で入るのがお風呂でしょ、何が悪いのっていうね。え、これアタッチメントってついてくるんですか？はい、全部で3つついてくるんですけども、何もつけないとボディで使っていただけるんですが、 O と VI とフェイスがそれぞれついているので、光の調整もして安心して使っていただければと思います。これアタッチメントチェンジすると勝手にこう光の種類が変わってくれるみたいな。そうなんです。へえー、すごい。そうです、いいなぁ。いいところ、いいなぁ。ねぇ、いいなぁ。そっと VI アタッチメントをつける私がいるかもしれない。信じるか信じないかはあなた次第。いいなぁ、いいなぁ、いいなぁ。はい、言うね。それではちょっと実際使ってみられますか？え、いいんですか？はい、ぜひぜひ使ってみたい。いいなぁっていっぱい言いましたよね。届きましたね。届いた。これが噂の、はい、これが噂のレイボーテヴィーナスになるんですけども、こちらはですね、光美容器っていうものでして、はい、普通のレイボーテヴィーナスはですね、今回腕とか足とか体だけではなくって、なんと VIO までできてしまうっていうようなシリーズになっております。で、今こちら何もアタッチメントがついていないので、ボディーモード、ボディー用のものになってるんですけども、今回ですね、こちらがフェイス用のアタッチメントと、VI、そして O、それぞれ別々のアタッチメントになっているので、それぞれの V に合わせた光が出てくるっていうようなアタッチメントになっております。へえ、はい。今ちょっと電源を入れているんですけども、例えばですね、VI のケアをしたいなって時は、こちらをカチッとはめていただくと、もう自動的に VI に判別した、はい、賢い、判別して切り替えてくれるので、すごく操作も簡単に使っている。じゃあ今これ VI 用の光が出るように、はい、すごい、なっているんです。なので、すごく操作性も簡単っていったところと、あとはですね、ちょっとこちら見ていただくと、このフェイスと比べてちょっとオーロラっぽいフィルターがついて、はい、はい、いるのが分かると思うんですけども、実はこちら今回お医者さんと一緒に開発したフィルターになっておりまして、こちら使っていただくことによって、通常だとちょっとこう VIO って他の皮膚よりも刺激に弱かったりとかで、ちょっとパワーを弱めるっていうのが通常なんですけども、こちらはパワーを保ちながらもしっかりと優しく刺激少なくケアしていただけるというようなフィルターになっております。あともう一つですね、モードがありまして、この VIO アタッチメントのこのフラッシュっていうボタンを長押ししていただきますと、もっとこう刺激を弱く安心して使いたいよっていう方に向けて、ソフト照射モードっていうものがあるんですけども、このように当てていただきますと、今3連発、はい、したのが分かりますかね。こちらがですね、一発の照射のパワーを3分割にすることによって、より刺激を抑えて照射することができるので、 VIO とかこう刺激弱い、ちょっと気になるなんて方は、このソフト照射を使っていただければと思います。だから痛くないし熱くないしみたいな、はい、じゃあちょっと早速実際に中川さん使ってみられますか？ここで？ここで？中さん、別に VIO を入れてほしい。YouTube 怖いと思ってしまいました。ダメでしょ、YouTube 入れちゃう。まず腕で
腕で、はい、いきましょうか。まず蓋をパカッと開けていただきまして、はい、今ボディーモードになってるのでそのままあのレベルという電源のボタンを長押ししてつけていただきます。はい、1これでつきました。でレベルが全部5段階選べまして、そうですね、レベルをしていただくと変われるんですけれども、うん、今日はちょっと初めてなので1から1から、はい、始めていただければと思います。でしっかりとお肌にこの照射面が密着するように当てていただいて、怖い、大丈夫かな。はい、でフラッシュボタンをピッと押します。いくぜ。おお、いかがですか。映るんですみたいな感じ。昭和昭和映るんです。もう一丁いいですか。おお、あ、全然大丈夫、うん、痛くないんですね。大丈夫ですね。おお、何にも感じないですか。うん、ちょっと私あんま生えてなくて、ちょっと効果があまり見づらいからもじゃもじゃに生えてそうな。菅野さん、ちょっと人体実験をしていいですか。レベル5をすね毛すごそうじゃないですか、想像だけど。失礼。え、すね毛だけど。そんなないんですよ、本当に。いや、すごいすごい、もう私に比べたらね、すごいですよ。すごい？すごいな。これに一発当てみます、ベキラコン。いいですか。いいですよ。全部剃ってからじゃないですか。そうなんですよ。剃るんだ。じゃあ、菅野さん、ちょっと、あの、いろいろ買ってくるんで、すね毛全部剃りましょうか。あ、これ剃ってからやる、当てる。じゃあ、おチャンネルのために。体を捧げていただいて。はい、じゃあやりましょう。あ、じゃあカンさん、美女二人に囲まれながらすね毛を剃っていただいて。何笑ってんの。公開剃り。本当に本当にすごいね、これどういう時間なのっていう。すごい。慣れてます。初めてですね。いきますよ。あ、ゆっくりした方がいいんじゃない。姫、ここだけ女の子になってたよ。ほら。あ、つるんとなった。つるんとなった。これでいい？うん。ほら。まずは1から。こんな剛毛の毛根がしぶといよ。はい、何も感じない。でしょ？何も感じない。熱とかないでしょ？全くない。今。焼いてるわけですね。ちょっとパワー上げてもらっていいですか。こういきますか。いかないと。これはマックスパワー。ベキラボン、ベキラボンいきます。ゲラじゃ倒せないよこれは。はい、いや何にも感じです。ちょっとあったかいな。ちょっとあったかいくらい。痛くない。痛くない、痛くない、本当に。実はですね、もう一つあの機能がありまして、連続照射していただけるので、より時間がない方でもスピーディーに使っていただけるものがあります、はい、こちらのフラッシュというボタンを押していただきますと、ちょっとこれで使ってみてください。 MP 足ります、できるわ。連続いきますよ。パン。お、あ、お、すごい連続だ。僕何もしてないです今、押してるだけ。すごい、お、すごいすごいすごい。よしですよ。これで 0.5 秒間隔で連続照射してくれるので、こう全身使っていただいても約4分間でできちゃっているぐらい。10回割ったら止まるんですね。はい、一旦止まる。おお、痛くない。おお、はい、ということで今日はヤンマンさんでドッキリもして、そして新しい最新型の機械に救世主に巡り合ったという感じで、とっても楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。実はですね、今あのレイモンドヴィーナスをご購入いただいた方にキャッシュバックキャンペーンというのを6月からスタートしておりまして、1月31日までにレイモンドヴィーナスをあのご購入いただいた方は最大2万円のキャッシュバックキャンペーンを行っているということで。2万円も入ってくるってことですか。はい、すごくない。今がチャンス。今がチャンスです。お、今日あのご紹介したレイボーテヴィーナスなんですけども、せっかくなので中川さんに差し上げたいと思っております。え、本当にですか。やったー、いいんですか。万歳、これで恥ずかしいから解放される。万歳、やったー、これで私も若い子です。やったー。なくしてやるぜ、絶滅してやるぜ。見てなさい、見せないけど。嬉しい、ありがとうございます。全力でちょっと使わせていただきたいと思います。それとですね、レイボーテヴィーナスもちろんあの今回ご紹介したので差し上げるんですけども、他にもちょっともし気になるものがありましたら、ぜひぜひおっしゃっていただければ。いろんなすごいものがあって、これは、エステのような揉み出しとかも
ある。これとかってこんな感じなんですか、はい、これってお腹とかを。そうですね、こちらつかなくなったちょいちょい可愛いですよねドア開かないとかちょっと開けるな、開けるな、開けるな、かわいいポイント。お腹とか、お腹とか、あと腰とか、太ももとか。お尻太ももね、もういくらダイエットしてもあるんですよ、邪魔なあいつが。これ私買います、個人的に。あ、いえいえ、あの、よろしければこちらも差し上げる。いや、いいなぁと思ってたけれども、でもいやいやいや、さすがにそれ申し訳、山賊じゃんもういいなぁ、ぬすっとスキルじゃんこれいいなぁ、いいなぁ、いいなぁ、連続がじわじわ刺さって、後であれ何してたんだろう、私何で開けたんだろうみたいになっちゃいません。え、ぜひぜひこちら、ヤーマンさん大好きじゃあキャッシュバックもあることだし、みんなも一緒にヤーマンさん使いまくって一緒に美人になろう。はい、ということで見てくれてありがとうございました。それでは高評価チャンネル登録よろしくお願いします。またね。嬉しい、直ちに使い倒します、嬉しい